おい、急いで出る準備をしろ。ルミール村の様子が一変したらしいんだが、情報が錯綜しててよくわからねえ。村の連中が殺し合ってるとか、家が燃えてるとか、とにかく急げ。殺せ殺せ。何がどうなってやがる。ああ、心配するな。大丈夫だ。俺のことはいい。それよりも今は一刻も早く村人を救わなければ。ですが、このような混乱の中、どのように。暴れる村人を切っていくしかないだろう。急所を外せば死にはすまい。あらあら、もっと荒っぽくないやり方はないのかしら。時間がかかっても一人ずつ確かめながら救出していくしかないようですね。正気を失っている人たちも被害者かもしれません。助けられないでしょうか。とにかく無事な人の救出が最優先だよね。急がなきゃ。おい、落ち着けよアネット。あんまり慌てて、こっちが炎に巻かれちゃ元も子もない。あれは殿下、村内に不審な人影が村人の様子を伺っているようです。村の異変の元凶はその者たちか。ならば話は早い。殺せ。一匹たりとも逃すな。獅子をもぎ首をへし折ってやれ。どうやら不穏な連中がいるようだが、まずは村人の救援が最優先だ。いいな。俺がここで正気を失った奴らを引きつける。その隙にお前らは村の連中を救ってやれ。行けますよ。殺す殺す。と見え見えだ。ありがとうございます。うん、行けます。はい、頑張ります。それ切り込むか。ありがとうございます。どうする。行けるわ。
焦らず戦おう。ありがとうございます。トーマシュ殿、ここで何をしているのです？わしはトマシュなどではない。我が名はソロン、人の世の救済者だ。どうだ、驚いて声も出ぬか。仮の姿にまんまと騙されよって。わしがガルグマクに潜んでおったのは、フレンという小娘の血を手に入れるため。この血があれば我らはまた一歩大望の実現へと近づく。俺も楽しませてもらうぞ。あれは死神騎士、あいつもトマシュ、いやソロンの仲間なのか。
が出るまでもなかったか。見事だ。打ち砕く。諦めろ。ありがとうございます。加減すべきだ。一歩前進かな。ありがとうな。
チャラい。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。頭脳戦と行こう。運がなかったな。なるほど、理解しました。ではない。正気をつかめ。
気は沈ぞ。逃がしたか。いや、今はソロンを殺すのが先だ。助かるよ。すまん。なる強制兵はこの機会に貴様の力を測らせてもらおうか。うわはっ、うわっ、貴様なぜこの村を狙った。何を企んでやる。現代など誰でもよかった。成果は十分。帰らせてもらうぞ。おい待て。消えちまったか。俺は村内を見回ってくる。生きている者がまだいるかもしれない。一歩前進かな。どうにか片付いたな。犠牲も最低限にとどめた。奴ら実験台は誰でもよかったと抜かしていやがったな。あいつらのせいでルミール村の連中は。ここにいたか。その姿、お前が炎帝か。いかにも我が配下の死神騎士が世話になったな。世話になったとは随分な挨拶だな。お前がこの村をめちゃくちゃに。勘違いするな。何？ソロンは確かに我が協力者だが、同じ目的で動いているわけではない。このような行い事前に知っておれば我が必ず止めた。それは断言しよう。口では何とでも言える。とりあえず修道院まで来てもらおうか。できぬ相談だ。まあ我と貴様らとで手を組むというのであれば受けよう。何だと。放っておけば奴らはまた強行を繰り返す。それを止めたくはないのか。特に天帝の剣を持つ貴様の力があればソロンなど敵ではない。残念だ。貴様ならそう答えるだろうとは思っていたが、その選択後悔するでないぞ。ジェラルト殿、
先生、殿下を見なかったか。どうした。しまった。逃がしたか。なあ、大修道院に来てお前は変わったな。ルミール村に来てからお前怒りっぱなしじゃねえか。ガキどもを指導してるときは随分と嬉しそうな顔をするしよ。お前がそれほど感情を表に出せなんて大修道院に来るまで一度もなかったんだぞ。お前のそんな顔が見られるなら大修道院に来たことも良かったのかもしれん。あるいは初めから大修道院を出る必要さえなかったのかもしれねえな。しまったな。いや、そろそろ潮時か。今度暇な時に俺の部屋に来い。話がある。これはいかなることじゃ。お主が大修道院にいた記憶なぞわしにはない。お主のせいには一体何が隠されておるというのじゃ。村では見苦しいところを見せたな。皆も先生も参っていただろうに、あの光景を見たら頭が真っ白になって。そうか、先生でもそういうことがあるんだな。先生、いつか人にはどうしても受け入れられぬものがあると話したな。あのルミール村の光景、俺にとってはあれがそうだ。罪なき者を殺める人面獣身の下道ども、ソロンも遠征も駆除すべき獣だ。確かに俺にとって村の住人は関わりの薄い他人かもしれない。だが先生、俺はな、4年前にダスカーで同じ地獄を目にした。死にたくない。痛い、熱い、やだ。助けてくれ、誰か。母さん。撃て、仇を撃て。俺たちを殺した者を殺せ、絶やせ、滅ぼせ。父も母も4年前あの地獄の底で命を落とした。忘れるものか。死んでいった者たちの末後の顔も声も全て。今はルミール村で生き残った者たちが早く元の生活に戻れるよう力を尽くそう。ありがとう。それじゃあ先生、また明日。いい機会だ。先生だけには言っておく。俺がこの士官学校に入ったのはな、復讐を果たすためだ。ルミール村を狙った恐ろしい計画によくぞ幕を引いてくれました。この度の惨禍には天上の女神様も強く心を痛めていることでしょう。それにショコバンのトマシュがソロンという闇の魔導士だったとは、私たちの目が節穴であったことも猛省しなければなりませんね。まったくじゃ。入り込んだネズミに気づけぬとは情けないにも程があるぞ。のう。それにしても奴らは何者なのじゃ。トマシュはいかにして潜り込んだのじゃ。トマシュは同盟貴族、
コーデリア家の推薦で40年ほど前から修道院にいる。8年ほど前にコーデリア家に戻り、去年からまた復帰していたのだ。何十年とガルグマクにいて、なぜ今さら。一体何を企んでいるのか。それからイエリッツは帝国貴族の推薦で士官学校の教師となっている。仮に彼が死神騎士であれば、敵は二国にまたがる組織ということになる。セイロス正教会の長い歴史の中で、いえ、それよりもはるか古の時より、フォドラの安寧を脅かさんとする者たちが現れること、後を絶ちませんでした。闇にうごめく彼らの正体は未だ不明です。ですがソロンや死神騎士はその一端に違いないと私は考えています。安寧を脅かさんとする者たちか。なれば征伐してやらねばのう、お主。本当に頼もしくなりましたね。あなたがいれば修道院は安泰です。今は敵の狙いも所在もつかめていませんから、来たる時に備えて研鑽してください。では今日のところはこれで。お待ちなさい。まだ理解できないこともあまたあるでしょう。ですがあなたは力あるものです。その存在はやがて皆の希望となり、必要とされていくことでしょう。何より私自身があなたに期待しています。顔を上げて歩んでいってください。あなたに女神ソティスのご加護があらんことを。女神ソティスじゃと。どうかしましたか。そうですか。ではまた後ほど。お主、迂闊なことを口にするでないぞ。こやつは、わしは何者なのじゃ。今は特退出せよ。良いな。